ペトロパブロフスク級戦艦は、ロシア帝国海軍が収益させた全土級戦艦。本級の計画直前、大日本帝国海軍が相次いで12インチ砲戦艦を購入していたことから、ロシア帝国海軍は対抗策を必要としていた。ロシア戦艦として、当時の列強の戦艦と比較しても劣らないものとして、評価された初の艦級であった。3隻が建造されたが、 日露戦争で2隻が失われ、1隻が日本に露飼されたが後に返還された。左限から取られた、ペトロパブロフスク。本級の戦隊形状は還元の高い平、甲板型戦隊であるが、セサレービチと同様に強く引き絞られた特徴的な、タンブルホーム型戦隊となっている。これは、水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、 戦隊重量を軽減できる戦隊方式で他国では同時期のドイツ海軍、アメリカ海軍の全土級戦艦やジュニオ艦などに多く採用された関係である。外見上の特徴として推薦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦班よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、 水線面から甲板に登るに従って、甲板面積は小さくなる傾向にある。これは、原則に配された美宝の社会を船体で狭めずに、広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、 船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。ほぼ垂直に切り立った艦首から艦首艦板に30.5センチメートル連装手法等が一機その背後に司令等を組み込んだ環境からミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、 そこに3 7ト、mm、ルから4 7ト、mm、ルクラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。 1916年に取られたポルタブ改め、チェスマ。本館のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した、円筒状となっており、上部に見張り台が設けられた。全部ミリタリーマストの背後には、断面図が小半径の煙突が2本立ち、その周囲は、関西帝置き場となっており、煙突の間に、片弦1機ずつ設けられたクレーン系2機により、 複砲塔を避けて水面に上げ下ろしされた。原則甲板上には、複砲の1 5 2トル速射砲十12門の内8門を連装式の複砲塔に収めて、背中は背に、片弦2機ずつ、計4機、残り4門を複砲塔2機の間の原則ケースメート配置で2機ずつ、計4機4門を配置した。関西手置き場の後部には、後部ミリタリーマストが立ち、 その後ろの後部甲板上に 30.5cm 連装手砲塔が後ろ向きに一機配置された。この配置により、艦守備線方向に最大 30.5cm 砲2門 15.2cm 砲4門が施行でき、左右方向には最大 30.5cm 砲4門 15.2cm 砲6門が施行できた。本級の武装、 走行配置を示した図。手法は全球に引き続き、パターン 189530.5cm 砲を採用した。その性能は 331.7kg の砲弾を、行角15度で 14,640m まで届かせられ、射程 5,490m で 201mm の減速走行を貫通できた。 この方を新設計の連装砲塔に収めた。不行能力は、行角15度、深角5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ。主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に蒸気ポンプ動力による水圧で行われ、溶弾機は、電力で共に補助に人力を必要とした。 発射速度は毎分一発の設計であった。複方にはパターン 1890-25.2cm 速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を行角20度で 11520m まで届かせられ、射程 5490m で 43mm の装甲を貫通できた。 この方を新設計の連装砲塔を4基に収め、他に原則中央部に単装砲がで4基搭載した。不行、旋回能力は砲塔形式で、行角20度、深角6度で、旋回角度は135度で、発射速度は毎分3発。単装砲がでは、行角20度、深角5度で、旋回角度は100度で、発射速度は毎分5発の設計であった。 砲刀の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で砲身の不行は人力を必要とした。他に、耐水雷艇迎撃用に、フランスのオチキス車の4 7トル砲をライセンス生産した、パターン1 8 7 3 4 7トル速射砲を採用した。その性能は1 5ラムの砲弾を、行革重度で4 5 7 5ルまで、 届かせられた。この砲を単装砲画で20機を搭載し、うち4機は関西艇の武装として別個に配置した。不行能力は行革25度、深く23度である。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分50発であった。 その他に近接火器として 3.7cm 速射砲を単装砲画で28機を搭載した。対地攻撃用にパラノフスキー 6.35cm 野砲を2機搭載した。対艦攻撃用に 38.1cm 魚雷発射管を単装で一番手法等の側面と後部マストの側面に1門ずつ、計4門、45.7cm。 水中魚雷発射管を、艦首の側面に、片毛に1問ずつ、計2問装備した。本級のボイラー数は、ペトロパブロフスクと、ポルタバは12機で、セバストポリのみ14機で異なっていた。ボイラー室は、中央隔壁と横隔壁で、電の字のように4室に区切られており、ボイラー室に部屋に、煙突1本が割り振られて、計2本煙突となっていた。 推進機関は、直立型の三段膨張式4機とレシプロ機関2機、二軸推進で、要求性能は1万600馬力であったが、幾度かの回収の結果、ペトロパブロフスクは1万1213馬力で16、ノットを発揮した。なお、ポルタバが、日本海軍に露格され、単語となった時に老朽化したボイラーを、 搭載形式はそのままに、宮原式石炭戦勝水管管16機に乾燥し、これにより、推進機関はそのままで、最大出力は 1600HP へとアップしたことにより、最大速力も16.2ノットへと向上した。燃料は、石炭950トン搭載維持20ノットで3000回りの、航続能力を得た。 旅順港攻撃作戦の一環として行われた、機雷不説により、火薬庫やボイラーの爆発を起こし強置する、ペトロパブロフスク旅順要塞会場後、旅順港内で着艇している、ポルタバ1900年9月クロンシュタット港の、セバストポリー。ありがとうございます。